はい、今日はゲストに相川七瀬がお迎えして。相川七瀬です、お願いします。はい、ねえなんか変ですね。なんかこう改めて喋るとなるとな、ね、そうなんですよ。これね、あのオフのところだといっぱい喋ることあるんですけど、オンになると喋れなくなる、微妙になるんだよね、まあ、何しろほら、はい、うん、7月から初めての俺がツアー参加っていうことでね、バンマスですよ。だいぶドキドキしてるよ俺はそうですよ、小田さんね一緒に6カ所ですもんね、回るのね。1ヶ月小田さんと一緒にいるっていうのはなかなか最近ではないですね。ないね、こんなに長くいるのはね、うん、ぶっちゃけやっぱり相川の曲っていうのは基本的にあの当時、はい、俺がもうギター弾いてて楽しいっていう風に作ってたところがあるんで、うん、まあ楽しいよ。本当ですか？そりゃ楽しいよ。結構あの近年エレキちょっと嫌だとか言ってた時期もあったじゃないですか。あっただろ、うん、そうなんだよ。で、俺はもうエリキはもう弾きたくないな。あの頃はね、俺もう一生弾かないつもりだったの、うん、その特にあの歪んだうるさい音はね、だから2000年超えてすぐ頃かな、もう本当に嫌になってたから、うん、でそれから何年かして、俺の20代の頃ってさ、やっぱり結構ロックを中心にやってたじゃん、うんうん、でその当時のメンツと、うん、その当時の曲ばっかりやるっていう、うん、ほら北島とかと一緒にさ、はい、やるっていうライブをやったのよ。なんかそれがさ、やっぱものすごくみんな嬉しかったみたいで、うん、そっか、やっぱそんなみんなロック聴きたいって思ってさ、うん、でまあじゃあちょっと歪んだギターも弾き始めるかなんつって、そこから弾き始めたらさ、俺もともとアマチュアの時はそういうエレキギターのプロになりたかったわけよ。そうなんですね。 そこからなの、一番最初の音楽のプロになろうっていうのは、はいはい、そこからだったの。もともと歌じゃなくて、じゃないギターだったですね。そう、うん、で実際その一番最初にほら、まあ、イギリスから日本帰ってきて高知行ったわけだよ、うん、俺中3高1とね、はい、その時にバンドを始めて、初めてのバンドってのを作って、その時ねすんげえボーカルがいたんだよ、これまた一緒にやって楽しい。そう、で未だに ある意味そいつよりすごいボーカルって結局会ったことないんだけど、でもそれは運命の出会いですよね。そうなんだよ、すっごい声量とすごい音域のやつで、あんな声量であんな音域って、だ結局日本で誰一人会ったことないっていう、なんだろうね、まあほら俺とそういう音楽遊びしだしてから、もともと陸上部だったんだけども部活辞めちゃったのに、辞めて半年ぐらい経ってなんか大会出たら記録作っちゃったみたいな、やっぱ体がなんかちょっとどっかおかしい日本人離れしたようなやつだったわけよ。だからあ、やっぱこういうやつがボーカルの方がやっぱロックはいいよなってその時は思ってたの、うん、でそれがさ、東京帰ってきたら同級生に北島がいちゃったわけよ。そりゃやめるよ、ね、いやそりゃちょっとこれはダメだ、強力なライバルですよね。でなんかほらもうその時は同級生にケンちゃんさんってすごくないですか。だってさ、北島だけならまだしも一個、それ大学でってこと。高校で、だから俺高校で編入したわけよ、都立の高校。そこに、ケンちゃんがいたってことですか。その時に同級生に北島いて、やばいっすね。藤木剛がすでに子供バンドっつって一個上でやってたわ。やばいですねそれ。やばいだろ。それはちょっと。だから今考えれば、すごくたまたまな話だけど、うん、だけどこっちにしてみたら高知から東京へ転校したら同じ学校にいるわけだから、うん、そんなのが、うん、普通に東京ってみんなこうなんだって思うじゃんだからああもうとりあえずギター弾くのやめようと思って、やめようっていうか、まあだからそうだね、人前ではそれから弾かなくなってっていう、まあいきさつがその頃あったんだけど、結局はだけどやっぱり一番最初はほらエレキギターでプロになりたいっていうところからだから、うん、それでやっぱりほら、まあ結局ずっと20代は歌中心でギターはもうほとんど弾かないってやってたけど、30過ぎてからだんだんレコーディングとか自分でやるようになってって、で俺の中にこういうエレキギターの曲のアイデアがいっぱいあるんだけど、
ぶち込んだのが相川ナンセだったわけだ。ありがとうございます本当に美味しいところ全部いただいた感じですよね。そう、俺のだからその何十年のロックのかっこいいのってこうじゃねっていうのを全部そこにぶち込んだわけよ。ありがとうございます本当に。いやそれはね俺の方こそ、だからそれは相川がいてくれたからそこがそれが初めてできたわけよ、うん、もうあれはだからね、まあありがたい出会いだったよ。いや今思えばね、うん、ほんとすごいすごい。でも運命的な出会いを小田さんもすごいしてるってことですよね。そうそうそう、ね、やったら俺ねそういうひょっこひょっこひょこひょこ運命的な出会いばっかりするのよ、うん、その中には私もそうなんかだってさ、ね、相川だって俺結局あの頃ってほらオーディションなんか全然行ってないんだよ、うん、たまたまなんかの都合でほらちょっと行ってくれって言われて行った大阪の予選で一番最初に出てきたんだからさ、ね、一番最初に出てきました。そうだよ違う名前で一番最初でした。そうだよ確か本当です、うん、よく覚えてますよね。あのね俺って本当に人のこと誰も覚えないけどそういう覚えるやつのことだけは覚えてんだよね。めっちゃ覚えてますよね私、うん、もう全然記憶がないな。だと思うよ何番に出たとか、だから今思えばあれ相当緊張もしてただろうからね。緊張しいなんですよ。まあでもかっこよかったけどなずっと睨んでてな。もうだからねこれをいろんなとこで言うから私はもう本当に違うんだよ俺がいろんなとこで言うっていうよりは面白いからいろんなとこでみんなが言うそのネタをほら拾って言うようになっちゃったからね。いろんなとこで言われるんですよ本当に。だって面白かったもんあれ。いやそんな。でもね本当にあの時の工藤静香の嵐の素顔だったっけ、はい、あれもねある意味すごかったよ。そうですか、うん、もうねまあ睨んでたのもそうだけどあの何のアイドル系もなかったよアイドルのオーディションですからね。そうアーティストのオーディションじゃないからもうね完全にパンクだったぞいや普通ほら緊張するとやっぱり喉が閉まってって声が出なくなるわけだよね、うん、でしかもアイドルのオーディションだからほらみんなどんどん声ちっちゃくなりそうなところへ一人だけ叫んで帰ってたからな。これ絶対流れるんだろうなここカットしておくかっこよかったよだからと俺は思ったんだけどね、はい、俺以外みんな何の印もつけなかったな残念ながら。そうです、ね、まあそりゃアイドルのオーディションだからないやでもねそれで結局小田さんに声かけてもらってね5年後とかにデビューするなんてあの時は思ってもなかったですよね。そりゃそうだよな、うん、普通の大阪のその辺の高校生やってましたからね。まあね、うん、あの1年後ぐらいだっけ俺が行った時ってさ。そうですね1年、うん、以上経てだと思いますね。そうだよな、うん、ずっと覚えてたんだよな俺もとにかくさ面白いやつがいたっていうのをさそれでやっぱ俺の中でそういうこうなんかこういうかっこいいロックいっぱいネタあんだけど出し場がないっていう状態だったから、うん、なんかそういうのやりたいなっていう時にもうずっと相川の顔が浮かんでてさ、まあとりあえずちょっと声かけてみようと、うん、たら断られたんだよここがいいところでしょ。そうそうそう、ここはすごくいいところでしょ。そうそう、うまくこう話が盛り上がるよね。そうなんですよ、こう断った後にまたお願いしてこうなったっていうのがいい。そうそう、断った時は学校が面白くてって言ってたのに退学になったんですじゃあ退学になったんだよ。やめたんです、ね、あれ自分でやめたんです。自分でやめたの。やめちゃったんですね。まああの頃はね勉強とかに縁がないやつだと思ってたのにねわざわざ大学行っちゃったもんな。勉強嫌いでしたね。だよな、大嫌いだったけどでも国語はすごい好きですよね。だから本はすごい好きだった。で辞書が好きだったっていうのが辞書好き良かったなと思いますね。うんうんうん、やっぱ言葉はもともと結構知ってたんだな。だからほら歌詞を書くときにネタ帳みたいなの作ってたんで、うん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 、でこうほら人の曲聞いて知らないワードが出てくるとそれを辞書で引いて、あこういう意味なんだって言ったら前後を見るじゃないですか辞書って、うん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 、だからどんどん語彙が増えていくじゃないですか、うん、なんかそういうのはすごいやっぱあの歌詞を書いものすごく歌詞を書いた時期に培った、うん、あの力かなと思いますけどね。なるほど、うん、
まあ、小田塾で散々鍛えていただいたんで、だいぶ私も、いやでもね、はい、本当にやっぱり塾で鍛える以前から詩を書く勢いがすごかったもんな。そうですかね、うん、あんだけね、とりあえず書いてみたらっつってこういう束の勢いで持ってくるやついないからあれはすごかったよ。まあ出したら出しただけボツになるっていう、ね、そうだねもうちょっと考えて書いてみっていうさだけどさ、おかしいのが本当にね、なんでか知んないけどキラって光るものが確実にたまにあるわけよ。ダメな詩のセンスがないやつって本当にこうまあ70点80点みたいなことが多いんだけど、相川の場合はね40点30点あれこれ95点みたいなのがいきなり出てくるからびっくりするんだよな。でだってさ、結局俺ほとんど何の直しもなく使った、うん、鳥になれたとかさ、うん、こんなに愛したとかさ、うん、まんまで俺が曲つけてるじゃん、はい、だからそういう素晴らしいなっていうのがポコッとなぜか急に出てくるんだよ。そうなんですよ、200枚に1枚ぐらい、そうこれかけるんならあとの199枚はどうよってもうちょっとこれに近づかねえかなみたいなさ、なんなんですかね。でもそれチャンネルなんですよ。やっぱ私なんかこう子供ができてやっぱ日常生活が主婦じゃないですか、うんうん、そうすると創作活動と全く違う脳を動かしてるから、うんうん、創作活動に入る時って全く浮かばなくなるんですよ、知ったことも。でそれすごい悩んで、このやっぱ脳のスイッチをどうやったら変えられるかみたいなことをひたすら考えた時期があって、今結構それに持っていこうと思ったら持っていけるようになってきたんですよ。なるほど。だからそういうことを考えなかったから、若い時なんて一回かけたものはまた明日もかけると思っちゃうけど、かけるわけがなくて、そのチャンネルで自分が何かを見たりなんかこう聞いたりしなければ絶対アウトプットできないっていうこともそうだね、大人になって分かってきましたね、私も、うん、分かってきました